Thank you.
です。ブラウニーです。ブラウニー。ありがとう。ちょっと手合わせてもらいます。はい、遅刻前。ですよね。めっちゃ遅刻前。いや、本当に家出る2分前とかに急に筋トレとかし始めるんですよ。美味しそう。めっちゃ美味しそう。食べましょうか。じゃあ、パー、いただきまーす。ありがとうございます、うん、自慢しとこ写真撮って薄味発酵いはどっち、うん、あ、まずはおめでとう、ありがとうございます。こういう感じのプロポーズが食べてパン食べ終わってから、まあ、確かにそわそわしてんなと思ったんですけど、そしたらどこからか花束を持ってきてくれたみたいな。泣いた？泣いてないです。めっちゃ笑ってました。失礼だけど。プロポーズする日が来るとは。ほんまやな。本当ですよね。なんか向こうはその言ってる時にナスになってて、かわいい、かわいい、うん、かわいいな、美味しい、美味しいこれ、うん、さっぱりしてて、よかった、でも美味しいこれ、皮パリパリ、うん、マリッチブルとかならなかった？いや、プロポーズしてもらうまでの方が勝手にマリッチブルでした、ああ、こうがその忙しいとかもそうですし、うん、まあ、やっぱコロナの価値観とかだったりとか、うん、あと今考えたらマリッチブルなんですけど。うん、でもちゃんとプロポーズしてもらって、あ、本当に覚悟あるんだって思ってからは全然ないです。既婚者を狙うような人もやっぱ女性はいるわけで、うん、逆に後腐れないとか思って、うんうん、っていう人たちに押された時に外づらいから多分あんまり断れないなっていうのも、もしやっても見破れる自信はあるんですよね。そこから証拠を集めて探偵雇って一緒に分取ったろと思って、そんな賢いよな。結婚する前からこんなん言ってるっていう。スポッチャ行きません？今日？スポッチャ行きたい。婚約指輪ってありました？うん、一緒に見に行こうみたいな感じなんですけど。あ、そう。婚約指輪ってあんまりつける機会ないじゃないですか、うん、そのお金でできることあるとかも考えれる。そうなんですよね。何年後かにあ、婚約指輪もらわなかったなってなっちゃうのかなっていうので今すごい悩んでて。それぐらいの出費ってさ、人生においてクズぐらいのものやから。クズぐらいの買ってくれるって言うてるんやったら、うん、もらっといた方がいいと思った。もらうからにはちゃんとしたブランドの方がいいとか思うタイプ？全然です。あ、じゃあ別に全然良くない、うん、安いのでも可愛いのいっぱいあるし、10万しないところでもキラキラ光ってる。いや、なんかもったいない気がしてきちゃって、なんかそこで違うものでお金使えるよなって思っちゃうんですけど、男性の覚悟みたいなのも感じられるじゃないですか。あ、そう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 。ちゃんと男の人は悪くも悪くも時間とかお金とかをかけた人を手放すのもったいないと思うから、お金は積ませといた方がいいと思うから。なるほど、買ってもらおう。もらっときもらっときます。もらっとき。今のお話は参考になりました、うん、ありがとうございます。そうか、膝つきました？膝ついてない。じゃあ結構思い出深いよな、あの日前後、その次の日な。お腹こう今食事中やから当たっちゃったとこですか？そうそう、二人で食中毒な。それは確かになんか忘れられない、うん、そこの旅館じゃないねんけど。お疲れ様でした。めっちゃ美味しかったです。ありがとう。洗い物します。はい。買ってきてくれたりするし。いやいやいや、あ、いっぱい食べようか。はい、ちょっと美味しくなれ。